設計文字、設計文字、くさび型文字、設計文字とは世界四大文明の一つであるメソポタミア文明で使用されていた古代文字である。筆記には水で練った粘土板に足を削ったペンが使われた。最古の出土品は紀元前3400年にまで遡ることができる。文字としては人類史上最も古いものの一つであり、古さでは 紀元前3200年前後から使われていた古代、エジプトの象形文字に匹敵すると言われている。設計文字という名称は、ラテン語のキューニアス、クサビト、コアマ、形からなる造語であり、1712年のエンゲルベルト・ケンペル、開国機関の中で使われてから一般でも使用さるようになったとされている。オリエント学のうち、この文字を使用した文明。 文化の研究は一般にアッシリア学と呼ばれる。設計文字というのはあくまで文字の形状に注目した名称であり、実際には起源、系統の異なる多様な文字体系を含む。文字の種類としても代表的なシュメール語、アッカド語の文字は、標語文字音節文字の組み合わせであるが、うがりと文字はアブジャドであり、古代ペルシア設計文字はアルファベットである。 ウルク文化期、紀元前3200年に、シュメール人によって、絵文字としての性格が強いウルク古説文字が発明されたが、長期間繰り返し使われるうちに、次第に単純化、抽象化されて、青銅期時代初頭、紀元前2500年には、約1000文字のシュメール文字になり、青銅期時代末期、紀元前2000年には、約400文字、 ヒッタイト語設計文字から約200文字になった。は、シュメール語に用いられるほか、アッカド語、エラム語、エラム語設計文字、ヒッタイト語、ヒッタイト語設計文字、設計文字、ルビー語に借用され、また古代ペルシア語、古代ペルシア設計文字やウガリット語、ウガリット文字などに、独自の文字の発達を促す役割を果たした。最初期の象形文字は、粘土板の上に、 縦の枠を設け、ペン、すなわち、足で作り酒を尖らせた尖り室で書かれた。やがて文字は横書きになり、また先をくさび型にした尖り室を粘土板に押し当てて書くようになった。設計文字の粘土板は長期記録用に釜で焼くこともでき、また残す必要がないなら再利用することもできた。考古学者が発見した粘土板の中には、 粘土板のあった建物が戦乱で焼かれ、結果的に固く焼成されて保存されたものが多くある。設計文字は、本来シュメール人によって、シュメール語記録のために発明されたもので、メソポタミア全域で3000年にわたって用いられた。しかし、次第に近隣の他の民族に借用され、アッカド、バビロニア、エラム、ヒッタイト、アッシリアで、 設計文字はそれらの民族固有の言語を書くのに用いられた。とはいえ、シュメール人が磨き上げた設計文字本来の音節文字的な性格は、セム語族などの言語話者には使い勝手の良くない仕組みだった。この事実に多くの言語学者が促され、シュメール文明が再発見される以前からバビロニア文明に先立つ文明の存在を仮定していた。 シュメール設計文字の構成の尺用は少なくともシュメール文字のいくつかの特徴を保存している。アッカド語文献はシュメール語の音節を表す音節文字と一語に丸ごと対応する標語文字を読んでいる。設計文字の多くの文字が音節と意味の両値を示している。設計文字が筆体と語を書くのに尺用されたとき、 悪化度語の標語文字的な書き方が加えられ、その結果多くの筆体と語の単語が標語文字的に書かれたため、その音価を今日推定することはもはやできなくなった。音節文字と標語文字の複合した筆記システムの複雑さは、日本語の筆記システムの複雑さと比べることができる。日本語が漢字で書かれる場合は、ある文字は標音的で、ある文字は表意的に用いられ、 文脈によって音歌がまちまちに取られる。また、漢字から発展した純粋に表音的なかなもまた用いられる。設計文字で書かれた筆体ともまた同じような表記体系を持っていたのである。設計をしてはいるが、シュメールアッカド文字と系統の異なるいくつかの表記体系が存在する。古代ペルシア設計文字は音素文字、アルファベットで角文字の画数は アッシリア文字より、はるかに少ない。頻繁に使われる、神や王といった語は表意化されている。ウガリット文字は、設計文字的方法で書かれた、標準的なセム語形式の文字、アブジャドであった。現在知られている、設計文字の最後の例は、紀元後75年に書かれた、天文学上の記録である。1802年、ジーカイ・クローテフェントは、 ペルセポリスの碑文の写本を利用し、古代ペルシア語の解読に努力した。の解読には、1621年に発見された、アケメネス・アサペルシャのベヒストゥン碑文、マガイ碑文が、ヘンリー・ローリンソンによって1835年に再発見され、利用された。ローリンソンは、イギリス陸軍の士官で、ペルシアのベヒストゥンの崖で、ベヒストゥン碑文を発見し、そのいくつかを写し取った。 碑文は、ダレーオス一世の知性化、紀元前522から486年に刻まれており、ペルシア帝国の三つの公用語、古代ペルシア語、古代ペルシア設計文字、アッカド語、エラム語で書かれた同一のテキストであった。ペヒストン碑文がアッカド語設計文字解読に果たした役割は、ロゼッタストーンがヒエログリフ解読に果たした役割に相当する。 ローリンソンはまず古代ペルシア語の解読に成功した。これとは別に、アイルランド人のアッシリア学者、エドワード・ヒンクスも、また解読に貢献した。古代ペルシア語を翻訳した後、ローリンソンとヒンクスは次の解読を始めた。ポール・エミール・ボッタが1842年に、都市ニネベを発見したことで、二人は大いに助けられた。オースティン・ヘンリー・レアードによって発掘された宝物の、 うちには、アッカド5設計文字に覆われた、焼かれた、粘土版、数万点を有する、アシュール・バニパル王家の文書庫、アシュール・バニパルの図書館の遺跡があったのである。1851年までに、ローリンソンとヒンクスは200のアッカド5を読むことに、成功した。ローリンソンとヒンクスは、ほどなく、新たに2人の異なる解読者と共同するようになる。ドイツ生まれの若い学者、 ユディウス・オッペルトと学識に富むイギリス人東洋学者ウィリアム・ヘンリー・フォックスタルボットである。1857年には四人がロンドンで会合し解読の正確さを試す有名な実験を行った。イギリスオーリズ・アジア学会の初期エドウィン・ノリスが四人それぞれに最近発見されたアッシリアの皇帝ティグラト・ピレセル一世の知性化に書かれた気分の写しを渡した。 翻訳中は4人の情報交換は禁止された。そして、学識経験者からなる審判が集まり、4人の翻訳結果を精査し、その正確さを評価した。4人が行った翻訳は、すべての主要な点で、ここは間違いないだろうと自信を持ったところは、他の翻訳者と一致した。もしかしたら違うかもしれないと思ったところは、些細な異動があった。 4人の中では経験の浅いタルボットは多くの間違いを犯し、オッペルトの翻訳は英語に不慣れなことから来る、いくつかの意味が取りにくい部分を含んでいた。しかし、ヒンクストロ・ーリンソンの翻訳はほとんど同一であった。審判は結果に満足したと発表し、また、アッカド語設計文字で書かれたアッカド語の解読は達成されたと宣言した。この後、 ある壺に描かれていたアッカド語設計文字とヒエログリフが全く同じ意味であることが発見され解読達成の裏付けとなったこれが設計文字を研究するアッシリア学の公式な成り立たとれている1930年代にはアッカド語をツールとしてシュメール語設計文字で書かれたシュメール語の解読も開始され1940年代ににより解読された しかし、で書かれたエラム語の解読は1840年代から行われているが、今日に至るも比較対象の資料に乏しく、さらに研究が継続されている。設計文字には専用の本字法がある。設計文字は高であるため、本字により情報値が発生するどころか、元のテキストよりも情報量が増える。例えば、 ヒッタイト語テキストの文字ディンギルはヒッタイト語の音節、アンを表すことも、アッカド語の語句の一部のイルであることも、元来のシュメール語の意味である神を表す、表意文字であるともあり得る。設計文字はユニコード5.0に含まれている。以下の領域に次の文字、982文字が収録されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。